はい、どうもこんにちは。はい、今日は太田などうもこんにちは。これがパッチャレパッチャレパッチャレ最強あかんわ。もうこの前から舌は回らんわ、音は間違うわ。なんかこの前は評判良かったですよ。あれ吉野家のどこ行ったん、ね、あれ牛丼俺が好きや言うたから、はい、うん、みんなね、てっきり行ってる思って。あ、よし、あ、行ったんや。いましたよ。だから、うん、いましたよ。いや、呼んでくれたらよかったのに。そう、みんな牛丼よ、食べる。牛丼好きなんですよ。あ、ほんま、はい、みんな。あの、山本陽子さん、かなたにさん。牛丼好き。ほんな、今度一緒に一度行きましょうか。はい。はい、あのね、はい、本番に入りますね。はい、この前、2週間ぐらい前かな、はい、あの、丸山京子さんから電話があってね。はい、あの、三木先生、今日テレビ見てよ言うから、うん、え、何かあんの言って聞いたらね、はい、いや、選ぶが映るからと言うんでね、はい、うん、選ぶ、あ、そうで、まあ番組表見たわけ、はい、そしたらね、世界不思議発見という番組で、はい、見たことある？あります、ね、いろんなね、はい、あの、いろんなとこ行っていろんな撮影して、いろんな珍しいのがね、うん、そこでね、どういうかな、あの、選ぶのね、地底いうか地下、はい、地底やね、地下、地底に広がるね、はい、神秘の世界、そうです、ね、テレビで映していただいてね、はい、すごかったね。今まで、あの、選ぶ帰って小流堂行って見たけど、うん、はい、あんな見たか初めてやからね。そうです、僕一般の方はもう、ね、あの歌は決まってるんです、ね、そうそう、だいたいみんなね、一般公開されたの600メートルぐらい、はい、あの小流堂言ったらね、あれ長さが3500メートルぐらいあるんですよ、はい、ね、それで、どういうかな、密搬公開してるのは600メートルぐらい、はい、ね、これは何回も僕ら行ってるよ ね、はい、ね、だからこの前の地下に入ってね、地底に入ってね、神秘の、はい、すごかったですね、あったですよ、そういう綺麗なとこでね、はい、それとね、もう一つね、選ぶ、ついでに選ぶね、はい、紹介させていただきたいのは、はい、沖の選ぶはね、はい、千奈町と和泊町 ね、2つの町があるんです、はい、で、人口が今でね1万4000人余り、ね、はい、その中の僕は一人で、はい、でございます頑張ってる三木明でございますね、はい、まあ、そういうね、あの、小流堂のね、あの、テレビね、見させていただきますか、はい、これね1月30日放送だったんですね、はい、だからもう今から約2週間前ね、はい、これから2週間後に皆さんが見れるねライブで今の放送を見ていただけるということでね、はいはい、ね、あの、よろしくお願いします。それともう一つね、はい、選ぶにはね、あの、今全世界に、あの、出荷してる選ぶユリというのがあるんです、はい、選ぶユリの花ね、はい、知ってるね、お咲いてね、大きく咲いて、まあね、いい匂いもするし、そうそうそう、はい、あれね、いつも選ぶ帰ったらいただくんですよ。そう、僕らがね、選ぶユリの花のね、あの、葉っぱですね、あの、花びら、花びらはね、だいたい4枚か5枚かぐらいかな思っとったんですけど、はい、今のユリ違うみたいよ、はい、8枚から15枚ぐらいある、はい、選ぶユリの花って最近はそうなってるらしいわ、はい、うん、本当にね、もう全然知らんことばっかりでね、うん、あれですわ、いろいろもう時代は変わってきょんねんなと思ってね。 それともう一つ、これは絶対言わなあかんこと、はい、ね、沖の選ぶの千奈町にはね、フローラルホテルというのがあるんです。そうなんですよ、フローラルホテル泊まったらお庭の方に、見に行ってくださいませ。そしたら、あの先生のおしどり流し歌歌碑があります。あ、そうね、あの、お庭だ、あの、フローラル、そう、フローラルホテルのね、ハマッカーです。ハマッカーです。そのがいいやつ。ハマッカーにね、ステージがあって、あの、グランドがあって、それで夏はね、そこでね、皆さん、盆踊りして楽しむとこね、はいはい、そこのね、とこにね、私のおしどり流したの歌詞があるんです。はい、1番から3番までね、はい、歌詞書いて、歌、三木明、はい、ね、これはもう本当に一生涯残るね、ことでございます。これもね、はい、あの、前町長のね、はい、平安正盛、町長さんのね、はい、お力添いでね、はい、こうしていただいたんです、平安町長、ね、あ、今
は違いますけど、はい、あの本当にその説はお世話になりました。本当にありがとうございます、ね。そういう沖の選ぶ、ね、はい、一度はね、うん、一度は皆さんね、名称自分が言うたらあかんよ。俺が言うて今の発音ちょっと違う。名称り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 言うからな、うん、これはね、あの田舎の方言でね、あのいらっしゃいますよということなんですね。で、いろいろとね、そういうあの今日も噛み合わせが最初の打ち合わせと全然バラバラになってしまって、もう今どの辺とか分からへんやな、ね、それと、うん、もう少しな喋らせて、そう、はい、あの私が沖縄選ぶ帰った時はね、はいはい、あの同級生の、はい、ね、あの相馬江京都志君、はい、それとね、あの昭和運十年生まれの同級生の皆さん、はい、ありがとう。それとね、小米というのはね、沖の選ぶの村なんです、はい、ね、村の名前小米でね、うん、散髪屋さんをしてるね、あのそう、安田修哲さんね、うん、ありがとうございます、はい。そしてね、あの私のね、本名はね、実はね、はい、藤崎忠彦というんです、はい、ね、はい、ね、三木明が本名は藤崎忠彦、はい、えら方名前やろ、ね、藤崎忠彦、そのね、はい、藤崎家のね、藤崎健一兄さん、はい、範夫兄さん、はい、ね、ありがとうございます。あの神戸ではね、藤崎三雄兄さんにね、本当に、私も三崎もよくしていただいております。本当にありがとうございます。それと藤崎家は藤崎武子姉さんね、はい、息子の辰之君、うん、ね、それと誰やったかな、そうそう、あ、辰巳、それとね、セリカク、セリカクムを、ね、選ぶのね、うん、どういうかな、選ぶの村です、セリカ、はい、そこにね、丸高商店ってあるんです、はいはい、ね、はい、丸高商店ね、はい、そこ、そのね、はい、そう、そこのね、和子お姉さん、はい、三重おばさんね、はい、そして三木明、ね、沖の選ぶ講演会の事務局の生武田さん、はい、ね、それと最後に私の恩師の上川千鶴子先生、はい、先生おで頑張ってますか、三木明コロナ禍の中でも今頑張っておりますかね、よろしくお願いします、ね、またね、皆さんにね、お知らせの方にね、よろしくお伝えくださいね。ね、いろいろとね、他にもたくさんね、はい、名前ね、お世話になった方たくさんおらんですけど、はい、名前言うたら1時間ぐらいかかるんで、ね、はい、もうそろそろあのディレクターが、はい、はい、歌に行け言うてるんで、はい、はいはい、それでは歌していただきましょう。選ぶ百合の花、百合の花、どうぞ。案外よう咲く前にキャシュラシュ、選び百合の花、アメリカ人サカチアリクヌ、サカチアリクヌ、ブリアクヌバラ、島に多く咲かさ、案外よう咲く前にキャシュラシュ、あんなよさくないちゃしゅらしゅ、二人横浜の涙らさ、あきむやりくる、あきむやりくる、ゆるやすくりなよ、しまぬよたからよ、あんなよさくないちゃしゅらしゅ、あんなよさくないちゃしゅらしゅ、みんなとやりくる、ゆりゆりはいい、しまわよあける、あんがよさくないかしらしゅ、あんがよさくないかしらしゅ、ゆりつくきはしばさたつくき、きなさやりくる、きなさやりくる、あれ
君を渡らあんな夜咲く何かしらしゅあんな夜咲く何かしらしゅあんな夜咲く何かしらしゅありがとうございます。いや久しぶりにユリの、はい、選ぶユリの花を歌わせていただいた、はい、気持ちはやっぱ懐かしいな、ね、でね今日はね、はい、その選ぶユリの花歌うから言うとね、はい、これ見てみこれ、ね、もう2000年これね、はい、島情けの発売の時に作った、はいね、これ大島紬ね、はい、大島紬をこういうスーツにして、はい、着させていただきました。高いですよこれまあ ねいろいろと喋らせていただきましたけど、はいはい、この次は、あなたが歌うね、はい、石田歩さんのお懐かしいブルーライトよお浜、はあ、懐かしいな、はいはい、それでは早速歌っていただきましょうか、はい、聞いてくださいブルーライト横浜よろしくお願いします。ブルーライト横浜あなたと二人幸せよいつものように愛の言葉を横浜ブルーライト横浜ありがとうございます。はい、どうやった、うん、久しぶりの歌しんないしんどい、はい、あのね、まあ、僕らはね生徒さんによく言うんやけどね、はい、あのちょっとあ今日しんどいな風邪やな思ったらねお腹をね押さえてるお腹の声でね軽く歌うんです、そうなんですよ、それから自然とね、お尻を締めてね歌ってる声は出てくるよ、はい、まあ、そういうねいろんなテクニックもありますけどね、はい、本当にねほんま、今度はほんまやったら僕が歌う形なんですけど、これ次はどっち？次じゃあ
あ、次好きや ね, ね。そうやね。うん、はい、ちょっと待って。はい、ちょっと待って。はいはい、また喋らない。あの歌ってる時にね、コロコロ変わってるから。え、何ですよ、私よ。そうやろ。いや、ほんでね。はい。あの、ちょっとね、あの、映ってますか？今カメラ動きましたけど。はい、あの、はい、大丈夫、大丈夫です、はい、これ大丈夫、入れ替えますんで、はい、大丈夫です、はい、ちょっとアメラが歪んだんです映ってますね、大丈夫ですか、まあ、いろいろね、今日はね、いろんなハプニングがあってね、もう急遽これ間に合わせてね、はい、音ね、そうです、あの、この、あの、これ余談ですけどね、うん、ちょっとね、やっぱりね、あの、喋らせていただいて、はい、あの、僕はね、実は僕はあのキーをね、はい、あの買って CD 持ってくるわけ、はい、でここで CD をね、はい、皆さん流してる思うんでしょ、うん、違うんです、はい、その CD をパソコンに取り入れて、うん、であの YouTube 用に流したり、はい、いろんな手間があるんです、はい、でねやっぱり、ね、それもねやっぱり、はい、やっぱ人間することやから、はい、たまにね歌いが入ったり ね, そうですね、こういうのたまにあるわけですわ、はい、もうこれ勘弁してくださいね、はい、これ生放送なんですわ、はい、だから今度あとの2曲歌うもん ね、なんかちょっと俺気が違うような感じや、はい、したんやけど、はい、リハで ね, そうですね、まあまあええか、はい、まあキーはキー勝っただけで、まあもうはい、歌おうか、ね、あと思ってますんで、はい、はい、それではね、あの今日はね、私がね三崎陽子さんの好きを歌って、はい、で三崎さんが、うん、私の心を歌う、はい、今日は初めての挑戦で歌わせていただきま す,、はい、きます、それでは聴いてください、はい、三木明が歌う好きでございます、はい、お願いします、どうもありがとうございます、はい、あのまあこの歌はね自分で作った歌やからね、はい、まあ三崎さんの歌やけどね、まあ、また男性バージョンもこういうふうに歌いますからね、はい、ぜひ皆さん、まあ、好きも歌ってくださいよ、はい、ね、よろしくお願いします、はい、ね、三崎さんはこんな僕の心歌、はい、ね、あの頑張ってくださいよ、はい、あのね、この歌はね最初のねイントロがねもう本当におとなしいからね、これね出遅れないようにね、はい、ちょっと難しいけどね、はい、まああのここで僕ちゃんとあの入るとこ言いますから、はい、自信を持って歌ってくださいね、もうちょっと前、ね、え、
はい、はい、ちゃんと入れ替えますか、はい、はい、大丈夫です、入れ替えました、はい、そうですか、はい、はい、それでは、歌っていただきましょう。三崎陽子さん、心歌、お願いします。あのね、カラオケになった時は歌うたらええねんな。これは本当もう、もう切るとこがないからもうフルに入れたんや。フルでね、2番で終わりやそうな、まあええが、はいはい、あのまた途中入ったから大丈夫やな、はいはい、それでね、最後ね、これ皆さんにね、はい、あの言うのはね、最後ね、あのまあ心歌とね、あの好き、あ、ね、歌ありがとう似てるんですよ、ね、はい、歌ありがとう最後どうやった。ありがとう、ありがとうやね、 このね心歌最後はね、心
うーたーにしてんです。ここねちょっと変違うんですね、うん、あの歌ありがとう、はい、今歌へのありがとうの流れで歌うたやろ、だから後ろとバックバラバラや、はい、まあいやこういう時もあります、ね、やっぱりあまり聞いてなかったな。そうですね、俺の歌舐めとったやろいやいつもそういう歌話してるんやわ。あそうそうやろ、はい、うん、なんでそんな後ろのバックと会えへんそやで。そしたら、うん、すいません、うん、いやいや、まあ、まあ、もっと勉強してください、はい、ね、はい、まあいろいろとね歌はいつも言うように、死ぬまで勉強でございますね。そうです、まあこういうね、あのもう今日は本番ほんま汗かきましたまあいろいろいろんなハプニングがあって、まあねこういうね、あのこういう生がいいんですよ。生でね、あんまりねカチカチ言うとねそう楽しい、あの方で見られてる方はねもう爆笑ですわ。ああそう、あの遊んだ方が楽しい、喋り方も、まあね、皆さんぜひね、うん、またねこういう番組です、まあ、失敗して当たり前よ気持ちでね楽しい番組なんでね、皆さんどしどしね、はい、あの応募して歌ってくださいね、はいはい、ね、このバンビスタジオね後ろにありますね、はい、音楽で夢希望感動、はいはい、これがバンビースタジオ、バンビーチャンネルでございますので、はい、どうぞこれからもねこのバンビーチャンネルよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それではもう言おうかな思ったけど来週ちょっと言おうか、えどうしよう、2月の今度は今度は3月です。何を言うと2月まだ残ってる、残ってる怖いわ。三木明の新曲歌謡が、2月の23日ですか。はい、そうですね、はい、23日ね、うん、はい、それで、2月の24日、何日あれ第4金曜日第4、26日ね、はい、26日が、三木明、三崎陽子の ミニライブでございます、はい、いろいろその時にあの前田康人さんが、あそうそうそうね、はい、はい、その時ね、ま、前田康人さんがね私のねおしどり流し歌、おしどり流し歌歌っていただきますので、はい、どうぞご期待ください。はい、はい、それでは皆様また会う日まで、さよなら。